を考えるというテーマでですね、その実験的に発売した商品なんですけど、まあ、インターネットのメールとかですね、パソコンっていうのはもうディスプレイに限られて、キーボードとディスプレイとマウスっていうのに限られているんだけど、そこをどういうふうにその次のステップに行くんだろうかっていうのを一つ実験的な商品ではありますね。で、やっぱり5500円でこれ販売したんですけども、まあ、アルディの皆さん買ったと思うんですけど、3200円ぐらいだったと思うんです。で、やっぱりそのぐらいになっちゃうので、それをいかにコストを安くして作るかっていう、これはそういう挑戦でもあって、プロダクト、そういう量産プロダクトを初めて作るっていう挑戦でもあった製品ですね。まあ、非常に、その辺はやっぱり、ベンチャーがいきなりやろうっていうのはなかなか難しい部分ではあったんですけど、今も努力しているところですね。これなんかは建築の方が非常に面白いかなと思うんですけど、よく先ほどちょっと出ていた青木という代表、私と一緒にやっているその愉快工学の代表が、チームラボの取締役でもあるので、チームラボさんっていう会社とよくいろいろなプロジェクトをやってるんですけれども、基本的にチームラボさんは映像制作、 IT、インターネットのサイト制作とかですねをやってらっしゃる会社なので、ハードウェアは愉快工学で作るっていう役割分担にさせていただいています。で、これはですね、まさに、アルディーノとプロセッシングでできているので非常に興味深いんじゃないかなと思うんですけど、直径が1メーター50センチのボールの中に、無線機械とアルディーノと、LED が入っていてですね、これは風船になっていてボールが浮いてるんです。今ちょっと止まっちゃいましたけど、こうやって人がタッチすると、その触ったボールの色に部屋全体の、部屋のボール、部屋中のボールがその色に変わるっていう。で、今今度はこれに音をつけてですね、部屋中のボールを一個一個の鍵盤みたいな感じの楽器、部屋中を楽器にしようっていうプロジェクトで今動いていて、来年イタリアでこれを展示してくるということになっています。それに向けて今、改良をしているところですね。こういうふうに展示するとですね、なんかこうアートっぽいんですけど、私は詳しくないんですけど、どこかのライブイベントでですね、このチームラボボールを使っていただいた時の映像です。まあ、曲が盛り上がってきたところでこう会場にこう投入してですね、まあ、みんなで叩いてこう囲んでもらうっていう。で、叩くたびに色が変わったりですね、まあ、観客がよく盛り上がる。すぐ終わっちゃいましたけど、こういった形で使っていただいてます。で、これはですね、これの苦労したところはやっぱりヘリウムを中に入れて風船で浮かしてるんですよ。で、今これ直径 1m50 あるんですけど、中に電池と回路を詰めるとこれ浮くか浮かないかギリギリのところなんですね。中に、アルディーノと無線機と電池、必要な電池、まあ、この何時間か持つ分の電池を詰めると、
このぐらいの直径でやっとそれだけのものをくっつけて浮く風船になるっていう。でヘリウムが抜けてきちゃうと沈んできちゃうの です、ね、結構そういうところはうまく作るのが難しかったみたいです、ね、で、その他にはですね、こういうさっきのキューちゃんは硬かったんですけど、これは表面が布の素材でですね、着ぐるみの素材で作った、そういうゆるキャラのロボットですね。で、これが広瀬さんと一緒にプロジェクトに参加させていただいた時のもので、廃棄物を再利用するっていうプロジェクトだったので、ここに関してはこの後藤井さんから詳しくどういったところに苦労したのかみたいな苦労話をさせていただければなと思います。で今メインで動いているのがこのチームラボさんとの次の制作物でチームラボハンガーっていう、展示なんですけれども、もともとはマネキンがないショップってどんなん、アパレルショップってどんなんだろうっていうとこから始まったプロジェクトではあるんですけど、こうやってハンガーを手に取ると、手に取った洋服を着ているモデルさんの写真や映像が表示されるっていうシステムなんですね。これも東京デザイナーズウィークで別のブースでですね、展示させていただいてたんです。で、今これが、来月末から、新宿のルミネストというところでですね、クロスカンパニーさんっていうアパレルブランドさんの店舗がオープンしてそこに導入されることになっていてですね、それに間に合わせるために今必死で制作しているという状況ですね。なのでもし3月以降新宿に行かれることがあったら、ぜひルミネストを見に行っていただければ。宮崎あおいさんがですね CM に出ているブランドの、宮崎あおいさんがブルーハーツを歌ってる CM があると思うんですけども、あれがそのアパレルのアースミュージック&エコロジーっていうブランドの店舗で導入されることになってますので、もしよければ探してみてください。でこういったですね、科学技術を使った、プロジェクトをいろいろやっていて、単に役に立つだけじゃなくて、面白いとか人の感情を喚起させるようなものを作っていきたいなと思っていろいろやっています。他にもですね、いろいろ共同研究という形でですね、いろんな研究所の方のお手伝いをさせていただいたりしています。では、藤井さんに交代したいと思います。